ミュージックボイスをご覧の皆さん、こんにちは。バスタード暗黒の破壊神、ダークシナイダー役の谷山紀章です。陽子役の楠木智です。シーラ役の遠山奈緒です。バスタード後半がですね、9月15日から、世界同時配信されることが決定しました。前半を見ていただけたと思うんですけれども、後半もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、見どころといえばもう、あんなことになっちゃったアビゲイルさんがですね、はい、どのようにしてダークシナイダーに、成敗されるかといった、ところが、見どころだと、思います。二人はどうですか？後半の見どころは。私は女性キャラクターたちのモノローグがまたすごく素敵だなと思って、そこも見どころだなと思ってます。いいですね。私はやっぱりアビゲイル役の杉田さんのお芝居が輝いているので、すごいことになります。そうなんです。第二形態とかね、とんでもない形になってくるんで、はい、ぜひ、Netflix でご確認、いただけるといいんじゃないかと思います。みんな、見てね！見てねー！原動力。女子。原動力。女子の原動力。原動力。びっくりした。原動力が女子なんだと。違う。女子です、僕。俺女子。ダークシナイダーさんっぽいと思って。俺女子なんだ。話を振られてた。女子がいるからやれちゃうのがあります。自分そんな感じっす。乗ってる。私の原動力は、皆さんからの反応をいただけると、すごい嬉しいですね。嬉しいです。みたいなこと言っていただけると、よかったなって思うじゃないですか。スキルよね。それがすごい嬉しいですよね。遠山くんは富山はですね、やっぱ美味しい食べ物ですね。欲望に忠実。はい。美味しい食べ物と美味しいお酒が大好きでーす。そういったとこでしょうか。女子にしちゃった。女子にしちゃった。